ここ東京には活躍の割に知名度が低い戦国武将がよく通うというキャバクラがあるんだとか。今宵も誰かわからない武将が来ているご様子。レイナさんです。こんばんは、レイナです。よろしくお願いします。こんばんは。お隣失礼します。なんかもうお客さん見るからに体ビッグですね。わかっちゃう。わかりますよ。もうなんか入ってきた時からお店で一番って感じね。そうなんだよ。力比べではあまり負けたことはないね。俺戦国武将なんだけど、刀って使わなかったから。戦国武将で刀使わないって、何使うんですか？鉄棒。普通の人じゃ持ち上げることすらできないような、こんなでっかい鉄の棒を振り回して敵をなぎ倒してたんだ。すごい、たくましいですね。そうね、大きい岩とかも平気で持ち上げちゃうから。わお。ちょっとこれ見て。携帯なんか持ってるんですか？これ何ですか？吉明港の力石って言って、蔵王温泉にあるんだけど、俺が一人で持ち上げた伝説の岩。どう？でかいでしょ。なんか写メだとほら石しか写ってないと分からないですよね。あ、そっか。はあ、失敗した。タバコの箱と一緒に取ればよかった。そうそうそう、なんかレモン持ったりとかしてこうやってしてる。あ、もしかして岩持ち上げちゃうってことは洗濯機とかもいけちゃいますか？洗濯機ぐらい楽勝だね。あー、すごい。え、じゃあ冷蔵庫とかもいけちゃう感じ？いけると思うよ。あー、すごい、超便利。あのね、引っ越しするんだけど今度来てくださいます？いいよ。すごい、頼もしい。何飲まれますか？鮭ってある。鮭？うん、鮭。ウイスキーとか焼酎とかお酒ならいっぱいありますよ。いや、酒じゃなくて鮭。ご飯に合う方の。なんだ、なんかお酒のことをお酒とか言って甘えてきてんのかと思った。ギャップ狙って。もうやだな。お腹空いたんだったらほらカプコーンとかどうですか？カプコーン。はい。ああ、鮭食いてえな。そんなに鮭食べたいですか？うん、俺戦国大名として出羽の国っていう、今でいう秋田とか山形あたりを治めてたんだけど、庄内の鮭がうまくてさ、送るとみんな喜ぶんだ。あ、そうですか。じゃあお店に送っていただこうかな。みんなで食べます。じゃあ後で名刺かなんかちょうだい。あ、ぜひ。じゃあ何飲みます？水割りでいいんですか？うん、ね、あ、はい。そっかそっか。何ですかそれ？カロリミットウコンドリンク。お酒飲む前には必ず飲むことにしてるんだ。ねえねえ、お名前とかお聞きしてもいいですか？楽しくなってきたな。あ、もがみよしあき。聞いたことない？あるよな、ないよなって感じで。ならよかった。いや、生地知ってる人だと変な先入観持ってることが多くて。先入観？俺東北地方で伊達や上杉とずっと領土を取り合ってたんだけど、伊達政宗とか上杉家の直江兼続とかって妙に人気あるじゃん。俺はそのライバルだったから、どうしても悪く言われちゃうことが多いんだよね。わかるよ。ほら、日本のマスコミってややこしいでしょ。嫌な感じだよな。自分で言うのもなんだけど、俺むちゃくちゃいい大名だったから。だって見るからにそうだから、寛大な感じ。包み込んじゃう感じで。そうでしょ。まず自分の治めてた地域では半端なくいい政治を行って、農業や商業がとても栄えたんだ。これ自慢なんだけど、俺が治めてた間は山形で一度も一揆が起こらなかったんだ。一揆来る？いや、そっちの一揆じゃなくて農民とかが起こす方の。あ、わかります。一揆が起こらないってかなりすごいことなんだよ。ちょっとでも政治に不満を持たれたら即一揆だから。うわー、わかる。ほらピンポンパンゲームとかでもさ、負けちゃうとすぐ即一揆ってやつあるじゃんね。じゃあさ、ちょっと一気に乾杯しちゃうね。一揆コールに乾杯。飲んじゃって。まあそんなイメージで。美味しいね。あと評価してもらいたいのは、ただいい政治をしただけじゃなくて、同時に領土を拡大していったこと。へー、すごい。俺が家督を継いだ頃、最上家ってすごい弱体化してたんだけど、俺頑張っちゃったから
最終的には57万石まで行ったからね。すごい。ってことは戦もいっぱいしちゃったってことですか。戦もしたんだけど、戦はどうしても必要な時だけ。基本は敵陣営を分裂させたりとか、説得して仲間につけたりとか、まあそっちだよね、頭使う方。なんか意外ですね、全然そんな感じしないからものすごいストレートだね君。いや、なんかよく言われるんですけど気にしないでまあ確かにそんな風に思われがちなんだけど、全く違うから。そっか、俺効率悪いこと嫌いなんだよね。戦が良かったのか。全然弱くない。慶長で和合戦って聞いたことない？あるようなないような二度目庄内地方っていう美味しい鮭が取れるところがあるんだけど、俺バカだからさ、そこを上杉勢に奪われちゃったの。でそれ以来どうしても取り戻したいと思ってて、だってさ、そうやってあれでしょ、あの美味しい鮭が食べられなくなっちゃうってことでしょ。そうそう。大変じゃんそれ。で家康が上杉と戦うってなった時に、これはチャンスと思って、家康軍と一緒に挙兵したんだけど、そうしたらちょうど関ヶ原の戦いが始まっちゃって、家康はそっちに行くっつうし、俺たちだけで上杉の大軍と戦うことになっちゃったんだ。あ、それやばいじゃん。そうなんだ。だってさ、鮭がピンチってことでしょ。そうなの。ピンチだよ。だってそうなんだよ。向こうはこっちの2倍以上の軍勢だから、庄内を奪い返すどころか最悪滅ぼされちゃったんだよ。やばいじゃん。だけど、だけど関ヶ原から東軍が勝ったっていう知らせが来て、上杉勢が兵を引くまで見事に俺たちは守り抜いたんだ。わー。それで上杉が兵を引いた後、俺たちはそれを追撃して、無事庄内を奪い返しました。奪い返しました。鮭ゲッツ。鮭ゲッツ。すごい、やったね。なんか鮭好きになっちゃいそう。じゃあさ、鮭に乾杯しない？はい。みんな素敵。じゃあ鮭に乾杯。乾杯。なんだよ。だから戦はやれば強いんだよ。だけどやっぱりできれば避けたいよね。だって戦って効率悪いじゃん。優しいな。領土も荒れちゃうし。でもな、そういう風に言うとまた伊達政宗が母親に殺されそうになったのも、調略好きの俺が黒幕なんじゃないかとか言われちゃうんだよね。もう出たマスコミ屋だね。そうなんだよ。だって、伊達政宗の母親の義姫って、これマジな話で俺の妹なのね。で俺と伊達政宗はまあライバル同士で、俺と妹がめちゃくちゃ仲良かったからそういう話になっちゃってるみたいなんだけどさ。実際のところどうなんですか。いや、そんなことはしてないはず。いや、かなり昔のことだから記憶が曖昧なんだけど、多分。怪しい。めちゃくちゃ怪しいじゃないですか。いや、だから違うってそれどうなのかな。いや、レイナさん指名入りました。すいません、もうちょっとで暴露するところだったんだよ。いや、しないよ。ごめんね、なんか指名入っちゃったみたいで残念だな。これ私の名刺。はい、レイナって言います。今度来た時はちゃんと指名してくださいね、あ、引っ越し、すっごい頼りにしてるからよろしく。オッケー。じゃあね。あ、鮭送るからね。ありがとう、みんな喜ぶ、じゃあね、バイバイ。どうしたのレナ、ウキウキしちゃって。あのね、引っ越しが決まったの。お、あ、大丈夫、もう頼んだからまだ何も言ってないぞあれ誰、戦国武将。そう、でかいね。だから引っ越し頼んじゃった。マジで、俺も引っ越すんだよ。本当に、じゃあレナが頼んどいてあげる。やった、ラッキー、失礼します。俺さ、こう見えてすごい文化人なんだよね。ああ、そうなんですか。和歌は戦国大名の中でも屈指の腕前なのにさ、体がでかいってだけで何かと誤解されちゃうんだよね。ああ、わかります。中学時代クラスで一番でかいやつが囲碁部でした。一度そいつに会ってみたいな。ではの戦国大名最上義昭。